どうもどうもお疲れ様です。リステちゃんです。今日はチタンについておしゃべりしていきたいと思います。であらすじが、ロー少女の目覚めで鮮烈なデビューを飾ったフランスのジュリア・デュクルの監督の長編第2作、頭にチタンを埋め込まれた主人公がたどる数奇な運命を描き、2021年第74回カンヌ国際映画祭で最高賞のパルムドールに輝いた。幼少時に交通事故に遭い、頭蓋骨にチタンプレートを埋め込まれたアレクシア。それ以来彼女は車に対して異常なほどの執着心を抱き、危険な行動に駆られるようになってしまう。自身の犯した罪により行き場を失ったアレクシアは消防士ヴィンセントと出会う。ヴィンセントは10年前に息子が行方不明となり、現在は一人孤独に暮らしていた。二人は奇妙な行動生活を始めるが、アレクシアの体には重大な秘密があったという話で、私その前作のロー少女の目覚めも、大変怖い話というか、あの人の肉を食うカニバルものっていう話で、あのすごい感動というか、あの見てよかったなと思う映画だったんですけども、二度は見れない、もう結構きつい描写がたくさんあるんですけど、今回も結構やっぱりもう痛い表現が多くて、まずそのチタンね、あのこの、ポスターに載ってますけど、ここはね、あの事故でここをなんか、ここからなんか頭の手術して、ここにチタンが入ってるっていう、その描写が最初の方にもまず来るので、うわーみたいなところから、始まり、で、その後、そっからこのチタンを入れたことによって、もう車大好きとか、もう車しか愛せないみたいな感じになるんですね。で、あの、車の、なんかモーターショーの、に立ってるお姉さんみたいな、なんかこうそのレースクイーンじゃないですけど、なんかそういうお姉さんの仕事をしてるんですけど、そのやっぱフランスだからなのかわかんないんですけど、もうなんか結構セクシーにポールダンサーみたいな感じでこう車のとこ踊るんです。車に乗っかったりこうして踊って、なんかやってるお仕事をされてて、で、あのその後にというか、そのまあショーの後にこう熱狂的なファンの男性がいて、でなんかこうサインくれって、もう終わった後もつけ回してきて、でサインしてあげたら、今度はなんかこうキスを無理やりしてきて、でなんか それにまあ応じるんですけど、その時にあの長いこう髪留め、なんかこうまとめる棒状のものをその男の人のこの耳の穴に突き刺すっていう、あの殺し方をしてまして、あのそうなんです、あーと思って、なんか唇噛むとかはね、あのローの時あったんです。キスしてる最中でも唇噛んじゃうみたいな、こう好きの気持ちが高まってもうカッってやっちゃうみたいな、あの話はあったんですけど、それを超えるキスして最初にぶっ殺すっていう。で、その男性も泡吹いて死んでたましたけど、あの、そういう始まり方をして、あれ？どういうことと思って見てると、あの、めちゃくちゃ人殺すんですよ、この人、アレクシアが。で、アレクシア綺麗なんで、あの、綺麗で魅力的だから、寄ってくる人が多いんですよね。で、キスとか。するんですけど、そうするとなんか殺したくなっちゃうみたいな、相手のこと。で、女の人とも、その、なんか一緒の、なんていうんですか、コンパニオンというか、なんかあのモーターショー的なところでコンパニオンしていた同僚の女の子にもこう、言い寄られて、で、キスとかしてたら、あの、殺す、またここ、なんか、ここをなんか狙うのが癖というか、みたいで、ここ刺そうとしたら顔に当たっちゃってみたいな。だから、まあ、そんなこともありつつ、その女の子を殺してしまい、そしたらその女の子といた家ってなんかその乱交パーティーしてたじゃないですけど、
なんか他にもその男女がおりまして、でなんだなんか起き上がってきちゃったあの人とかも、もうバレるから自分がその女の子を殺したってこと、まあ、次々にあの殺すんですけど、一人その中で逃げた女性がいて、でその人の通報によって指名手配されちゃうんですね。でうわやばいってなって逃げるんですけど、その中でなんかこの人何を考えてるかよくわかんないんですけど、アレクシア主人公のなのか、行方不明になってる、その行方不明者のニュースが流れたりとかポスターが貼ってあるんですけど、その中でまあ割と自分と年が近い、アレクシアと年の近い男の人になりすまして、でこう髪長かったの切ってこう髪の毛黒くしたりとか、あと顔がね、まあ、似てなさすぎるからって言ってこう鼻をね折りに行くんですよ、洗面台のとこでガーンって。それもめっちゃ痛いんですけど、見ててだからほぼ見れてないんですけど、そういうシーンは。でその消防士のあのヴィンセントに会いに名乗り出て、警察のとこ名乗り出てから、そのヴィンセントとあの暮らし始めるんですけど、まあこのヴィンセントがですね、まあやばいんですよ。アレクシアも、わあやべえ女いるわっていう、こう本能で行動してるっていうか、もうなんか感情とかあんまり分からなくて、ただ衝動で反射で殺しまくってるって感じなんですけど、もうまた種類の違うやばいおじさんで、で出会い頭っていうか、そう出会って時にあのアレクシアと、まあ、息子っていう手で会ってるわけなんですけど、まあ俺はお前を傷つけるものから、うん、絶対守ると、お前を傷つける者がいたら俺はそいつを殺すし、もし俺がお前を殴ったなら俺は自殺するっていう、すごいあの狂気の愛というか、あのやばい人なんですけど、それでそっからこう消防隊の隊長なんですね、ヴィンセントっていうおじさんが。で、こう、消防士のして、アレクシアも働くわけです。男になりすましてね。男ですよ。だから女の人が男になりします。っていう。まあ、むちゃくちゃなんですけど、その前にもう一個むちゃくちゃなことあって、あの、車が大好きってなってるんで、そのチタンを埋め込まれたことに。で、あの車とセックスするんですよ。で車の中でなんかどうやらセックスをしているんですけど、それによってなんかその妊娠してて、車との子供、まあもうめちゃくちゃなんですけど話がなんかでどんどんお腹大きくなってくるしみたいな。で一応なんかそう晒しというかなんかテープみたいなの巻いてごまかしてるんですけど、ごまかしながら。あの消防士として働いてるんです、消防士の男として。で私めちゃくちゃ面白いなって笑っちゃったのが、ある時その、まあ、消防士、フランスだと消防活動だけじゃなくて救急隊的な活動を消防士としてやってるのか、その息子が40代ぐらいの息子がなんか睡眠薬飲みすぎてなんか泡吹いてるっていう通報を受けて行ったら、まあ泡吹いてこうベッドでなってて、でちょっとその蘇生をしなきゃいけないと。でその蘇生相関したりとかしてるところをその70代ぐらいのお母さんが見てたらぶっ倒れちゃったんですよ、気失っちゃって。そしたらよし、アレクシアとは言ってないですよ、息子の名前で息子としてあのやってくれっつって、あの蘇生してくれって言ってアレクシアに蘇生を30回押してプーって息吹きかけろって言ってプーってやれっていうのを、でもできないわけですよ、なんかうまく。でいやできないみたいな感じだったら、タンタタ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 の歌してるだろって、知ってるって、タンタタ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 
ヴィンセントがタンタタ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 って歌って挿管しながらですよ、息子の。息子40歳でこう気を失ってるこの人の挿管しながらタンタタ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 って歌ってあげて、でアレクシアがこうその歌に合わせて、ふぅたらーの時でふぅってやってるっていうのがもうめっちゃ面白くて、でそれで言うとでもめっちゃ面白いなと思ってると、確かにその女の子、あのコンパニオンで一緒にとあの働いてた、まあ、その同僚の女の子を殺す時ももうはちゃめちゃに殺してるんで、ちょっとタランティーノっぽいっていうか、そのタランティーノ終盤のなんかもうどんちゃん騒ぎ感があったなとか、いやめっちゃなんかあすごい、なんかまたローよりさらに進化してるっていうか、なんかあの痛いシーンめちゃくちゃ多いですけど、なんか見やすくなってる。ローはもうただただ暗くてなんかシリアスだったんですけど、めちゃめちゃなんかポップな、ポップではないなんか変な話なんですけど笑えると思ってで見てて、で徐々にこうもうヴィンセントのこのまっすぐなこの気持ち、もうヴィンセントも気づいてるんですよ、もうさすがに、さすがに多分最初に気づいてるんですよね、息子じゃないくら10年会ってなかったとして、息子か息子じゃないかぐらいはもう分かってるんですけど、でももういいと、息子として来てくれたという、なんかまあ里子な感じなのかな、分かんないんですけど、まあそれはそのもう自分の新たな息子としてのストーリーだみたいな感じなのか、もうまっすぐ思うもんだから、あんな本能でしか生きてなかったようなアレクシアの中にも、なんかこうやっとようやく人間的な感情がこう芽生えてきた感じで、でもこう愛情を持ち始めるというか、だからアレクシアの気持ちがね、どういうお父さんとして見てるのか、一人の男性として見てるのか、まあちょっとごちゃ混ぜな感じだったんですけど、だから最終的にですね、いろいろあってあのどうなるのかなって思うじゃないですか、その子供どん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 お腹大きくなっていって、なんかパンフレットならもうそれは特殊メイクで、ね、当然ですけど、本当に特殊メイクかなと思うぐらい自然なこの妊婦の顔というか肌が裸体でよくできてたんですけど、え、産むの産まないのみたいな感じで見てると、最終ちゃんと産みます子供で、産むと同時にアレクシア死んじゃうんですけど、その産むのもそのヴィンセントがこう産ませて、で出てきた赤ちゃんがここと背骨がなんか金チタンどうやらのなんかかっこいいハイブリッドな感じの赤ちゃんが出てきて、でその赤ちゃんを抱きながらヴィンセントがあのもう俺が一生守るって言って終わるっていう話なんですけど、だからこれ主人公ヴィンセントだったんだと思う。なんかポスターもね、アレクシア役の女性だし、なんか結構序盤もはちゃめちゃにやってるんで、飛ばしに飛ばしてるんで、アレクシアが。と思いきや、途中からやっぱ男性のそのヴィンセントのあのターンというか、そのシーンも多くなってくるし、結構そのなんか重いシーンというかなってって、最終的にヴィンセントのショットで終わるんで、あ、これはヴィンセントの愛情の話だったんだって、なんか、へえと思って。で、車とセックスするっていうのもおかしい話というか、その、ただの気持ちというか、その、精神的なものじゃないですか。なんか無機物なものにしか興奮しないっていう、あの、好みがあるらしいですけれども、世の中には。だから、ゴミ収集車にしか興奮しないとかっていう人いるらしいんですけど、それは感情としてあるのはわかりますけど、実際に妊娠しちゃうとか、もう、ね、しかもその、妊娠してるのに、あの、なんていうんですか、逃亡するために男のふりするっていうのもよくわかんない。よくわかんない話。男のふりするんだっていうのもちょっとまあ、はちゃめちゃで、やってくれてんなって感じなんですけど。とか、ああ、いろいろなんかありましたけど、最終的にその男性の持つ愛情とか、
なんかその感じで。で、それで言うと、ローも、最終ローも女の子がね、主人公、ロー、女の子が、ポスターに出てますし、ほぼ女の子のその話なの、寮の、寮での生活の話なんですけど、でも最後のショットは、お父さんなんですよ、その女の子。で、お父さんは、まあ普通の一般的な人なんですけど、お母さんがどうもカニバル、癖のある女の人で、でもお父さん愛情があるなってわかるのは最後のシーンで、お父さんも首が切られて、あ、首じゃない、唇が噛まれて、あと、と、あとここがなんか傷があったの。胸に傷があった。だから、お母さんにも食われそうになってるにもかかわらず逃げずにずっと結婚生活をし、共にしてるっていう、その愛情というか、深さ、愛情の深さというか、まあ、無償の愛というか、見返りを求めない。もう自分がこうしたいからこうする。相手が自分のこと好きとか嫌いとかじゃなくて、自分ができることをするんだ、みたいな。なんかかっこいいなっていうね。結構お母さん、母の愛情ものっていうのは多いですけど、母の愛情狂気もので言うと、母なる証明がね、一番もう、すごい面白くてやばかったです。ああいうのは結構ありがちですけど、お父さんとかね。なんかそういうのも、なんかそう、愛情ものってあんまりないなと思って。非常に良かったです。はい。チタンだったらまだ、ローよりも見れそうな、もう一回見ろと言われたら見れそうな感じがしますね。きついですけど。そんな感じで、ちょっとわけわかんない話なんですけど、なんか、車の子供、車との子供と妊娠するとかね。だから車と、うん、そう。まあ、すごい、よくできてたし、なんか、見れてよかったなって思いましたね。はい。ということで、また何かあったらあげたいと思います。終わりでーす。